はい、速稼塾暗号通貨ニュースです。今日のニュースはですね、 IRS っていうのは、ビットコインキャッシュにハードフォーク税を徴収するんではないかということなんですよね。さあどうでしょうか。ビットコインだろうが暗号通貨だろうが、所得が増えれば税金は逃れられませんので、これを逃れようとするのは所得隠しという犯罪になってきますから、ご用心ください。節税でも何でもないです。暗号通貨、税金の圧縮にも何にもならないですからね。その辺をね、暗号通貨を広める人は節税になりますみたいなこと言いますけども、私も一時期勘違いしたことがあるんですけども、ならないですからね。全然ならないですから。でそればかりか、法定通貨になっていないビットコイン以外の通貨っていうのはですね、その所得っていうのは累進課税ですから、最大で 55% あなたの所得の方にかかってきますんで、そんなに儲かんないですよ。儲かんないです。はい。でアメリカ学習国内、国際ニュース庁、これ IRS って言うんですけどね、アメリカの、なんて読むんですかね、これ漢字にしたら読みにくいですね、IRS。 これ8月1日に生まれたビットコインキャッシュで得た利益に税を課す可能性が伝えられてきました。で報告する義務とは、ビットコインのハードフォーク課税所得ということになるのかなと思いますけども、なんでビットコインキャッシュだけ課税になるのかってところがあるんで、これはね、顧問の税理士さんとかに相談してみてください。私もいろいろ考えはしますけども、最終的には何人かの税理士さんとかに相談して決めています。分からないですからね。税金の解釈が非常に難しいんでですね、日々税金の勉強してればいいですけども、こういう時だけちょこちょこっとサイトを見て、どっかのブログから引用してきた言葉をね、理解するだけですから、これでは全然足りないですから、きっちりと専門家、毎日そのことに対して勉強してる人とね、対話を繰り返していかないと分かんないですね。でなんでビットコインキャッシュだけ課税なのってことなんですけども、それはね、8月1日のハードフォークでビットコインを預けていた人に同じだけのビットコインキャッシュが付与されている分があるからなんですよね。言葉は異なるんですけども、簡単に言うとおまけでもらったもののイメージなんですよ。ビットコインを5ビット持っている人が預けていた場合、8月1日にビットコインキャッシュも5ビットキャッシュ、 5BCH 付与されているんですよね。この付与をこの米大手仮想通貨取引所コインベースは来年1月に付与する予定なんですね。で仮想通貨の税についてはまだ難しい問題を残しています。難しいです、確かに。一体どんな形で課税をしてくるのかってことも分かりませんし、予測の範囲になるんですけども、今後日本がどのよう、どうなるのかという点と、照らし合わせてですね、考える必要を帯びているということですね。とりあえずはビットコインで税金が逃れられるということはありません。ここについてはですね、また別の動画でお伝えしますけども、税金を逃れるっていう発想がすでにですね、もうそのマインドセットとしてはおかしいわけなんですよ。この世の中っていうのはみんなでこう協力し合って作ってますから、誰か一人がそのいわゆるね、この世の中に対する経費を払わずに済むってことはないんですよ。その世の中に対する経費を払わずに済まそうとする精神っていうのは、もうすでにこの社会を壊していく発想なんでですね、ビットコインってのは便利ですけども、それは税金を払わなくてよくなるから便利なわけではないということをね、今回、申し上げておこうかと思います。それでは失礼します。